様、日頃よりドルチェ楽器をご愛顧賜りまして誠にありがとうございます。この度はフルートセーフティーガードをご購入いただきありがとうございます。これよりフルートセーフティーガードの取扱説明をさせていただきます。私、ドルチェ楽器大阪店の寺田葉月と申します。よろしくお願いいたします。フルートは演奏する際、息が半分中、半分外に出るため飛沫が懸念されております。このフルートセーフティーガードは飛沫をどう止めるかに着目し考案された商品で、ヘッドジョイントに簡単に取り付けられ、専用のマスクを装着することにより飛沫を受け止めます。また楽器に取り付けるため奏者に負担がなく、音抜けもよく、ブレスも普通に行える夢のような飛沫対策グッズです。なおピッコロにも共通してお使いいただけます。まずパーツの紹介をします。フルートセーフティーガードはホルダー、サブホルダー、アーム、マスクの4つのパーツによって構成されています。では組み立ててみましょう。まずアームの側面に穴が開いている方を外側にして、左側にホルダーを取り付けます。次に右側にサブホルダーをカチッとするまで押し込みます。これでガード本体の完成です。次にマスクをかぶせ、サブホルダー下部の押さえで固定します。ホルダーのレバー部分を軽く握って差し込むように頭部管に装着してください。リッププレートの中心とマスクの中心が合うように調整しましょう。楽器を構えた時にマスクの上辺と上唇が同じ高さになるように調整します。次にマスクの周りから息が漏れていないか確認し、上から息が漏れているのであればもう少し上にマスクを調整します。それでは皆様、フルートセーフティーガードを使ってコロナに負けない安心安全のフルートライフをお楽しみください。